足りない、まあ足りない、ね、足りない、まあ足りない、ね、子供のこと、うるさい子供のこと、そういうことだな。まあね、家族が集まっていますよね。どこから、ね、来てるかは知りませんけど。さまざまなね、いろんなところが来られているんで、尺の手です。まあ、どうなるのかとはね、いろんな各地の、まあ、例えば札幌であったり、函館であったり、まあ、一面いますけどね。私はね、兵庫県にいますから。神戸から来ました。なるほどね。あともなりませんよ。よほどね、神戸人は神戸に誇り持って おられるんでしょう。まあ、今日19時なんでね、早いんですよ。ペーカーね、補充は考えます。熱いそう今回ね、ちょうどないね。
あっちにかけてるね、タオル。使ったタオルね、外に出して、ゴミ箱の外に出して。回収して出します。鍵は預けるんです。そのね、外出時。預けたらやっぱり自分の貴重な手元にね、管理するわけです。これは、人の方の二つ、今どこの方でもそうです。預けるか、セーフティーボックスに入れるか。大変ですね。貴重品。歩くでなければ責任は取れませんでよくね。例えばね、5万円預けておいてね、安心はできますけどね。例えば1万円部屋に放置して、盗まれてもね、もうそれ帰ってきません。じゃあそれね、フェリーで起きるとね、周りに迷惑かかるんでね、あれでこそ本当に、アーミーなんかフェリーなんか乗船してやらないですよ。下船できないそうですよ。かなくしたかね、まあ、何年ぐらいはね、ありました。大変だね。今日はね、最も稼ぎ時の時に、フェリー行こうと。だけどなんか、台風がね、ルートが少し外れたような感じ。でもね、もう一旦決めてるんでね、もう、休校は休校です。サンデリースペースも休校です。運休です。南海トラフ地震のね、持ち物の時のために。あ、そういえばね、ホテル売れました。地震ありました。忘れていましたね。なんか、あまり気にしていないんでね。かなり揺れました。胆振地方ね、東北から北海道にかけて地震ありました。必ずね、1、2回地震遭遇します。まあ、地震があっても、ね、涼しいんでね。地元の方からすれば、少しね、いつもより暑いようなんですね。熱中症、熱中症とね、気象予報士はね、災害級のね、暑さ、災害級なんかありませんよ。まだね、外歩いても一枚ね、持って行った方がいいな、と思います。ここ最近オーバーなんですよ。災害級、何年に一度、夏さ。バカ野郎ですね。あいつらはね、これでやっているんでね。それをね、一般にはね、お天気の人と言ってね、当てにしてるんですよ、天気予報ね。肌でやっぱり感じることが大事なんでね。暑いか寒いか。まあ私もね、今肌で感じてね、冷房つけてますけど、気温は下がっていますけどね、湿度はやはり上がっています。それはちょっと部屋はね、不快感ありますよ。
確かに。だけどね、神戸のようなことではないのは確かです。もう私ね、2日に到着してからね、一軒も30度の気温ね、体験しておりません。1日も30度の日がまだありません。夜もね、すべてね、熱帯夜から解放です。25度なんです。20度以下もまだ、今回は逆に20度以下もまだ体験しておりません。柔軟のね、北海道体験したいんですけどね、15度以下ね。逆にね、冬で10度。非常に暖かいということね。あなたもおっしゃっています。まあ確かに北海道って冬の10度暖かいです。神戸人はね、寒い時ね、体をね、縮めていますが、例えばね、12度でもね、やっぱりいいですよね、夏でね。寒いとは感じますけどね。だけど36度のと考えると3分の1なんでね、それは違いますわ。夜の場合ね、28度として12度は半分以下です。あ、時間早いんでこれかな。はい、止まりましょう。札幌はどうなるとかわからないですね。じゃあ今のところはね、札幌がメインですよね。メインのクッションも今回ね、お泊まりダメでしたか。あ、いいんでしょうか。さすが決めたのね、少し遅かったんでね。まあ、フェリーの手配もギリギリだったんでね。要するにね、7月9日にサンライズエクスプレスのね、チケットね、臨時列車をね、購入を行うと思ったんですけど、それダメだった。ダメでよかったんですよ。わざわざね、出雲市までね、乗り継いで、特急乗って行ってもね、結局運休ですから。ね、なんかいつもの、あれはね、パワースポットなんだかのね、バカ騒ぎね、周りが今時のね、人間がバカ騒ぎしていますから、パワースポットといえばね、人がやってくると思うんで、あんなことは迷信です。パワースポットにね、スポットにね、インスタ映えね、どうでもいいんですよ。ドアの音さ、見た目ないと分かりません。インスタ映えだからそんなもん当てになりません。
ね、インサバイスね、食い物捨ててね。まあそれは今時の人なんでしょう。大変なやつ。そこのお店儲けさせてるようなものですよ。まあ野菜はね、捨てますけどね。食いたくないね。うん、多分ね、あ、チョコボールでも食いましょうか。ここへ短いんでね、今回ね。明日12日でしょ。12、13がもう9時32分ね。それ人の後ね、ストーカーさんよっぽどのバカ野郎です。多少は嫌でね、神戸からね、脱出してって言いますか、逃げてって言いますか。逃げるのに自由なんですよ。まともなことを行っておりますからね。まともなことは逃げておりますから。嫌で逃げてるんで。まあ今、神戸にと口ちっちゃくないんでね。戻った時がね、大変ですよね。どんなに考えても。同じね、イオンでもね、静かに買い物されております。こちらもね。ゆっくり、イオンのたんびにね、ゆっくりと買い物できません。バカ多いですね。話ができます。私は無視しますけどね。まあ、貼り紙背中にね、つけていますから。そんなことね、こちらで恥ずかしくてできません。私は神戸では何もね、恥なんか知りませんから。使ってほしくないんでね。そんなことね、貼らなくてもね、道内の方が私なんか使ってきません。嫌なら黙って姿消します。神戸人のようにね、まあ、嫌な嫌でね、ごちゃごちゃね、余計な言葉を発してその場を立ち去ったりはね、いたしません。それが普通でしょ。ね、こちらも日本ですからね。他の1740のね、自治体から来られている方もね、たくさんいらっしゃいます。まあ、全部のね、自治体からはなかなか難しい。いずれかのね、自治体からっていうのは確かなんでね。日本の方なのね。
勝手に見てますよね。これなら全国ね、今一応かけていますからね。まあ、見ていてもね。どうしてね、私に今日テレビつけましたらね、どうして関西のテレビが見なきゃいけないのか。今私今北海道にいるので変えましたチャンネル。そんな全国放送東京基準でね、いろいろ流れていますけどね。そんなにね、大阪でもないけど切って日本の JP のねタワーできますよね。特にできたからといってね、私好みのところってあまりね、なかなかね見つからないね。その中にね、高級な松阪牛もあればね、そうだ話は違ってきますけど、神戸牛なんかね、お酢も入っていますからね、巨生の。まあ、それが高級ですけど、まあ、普通、ね、まあ、けど、お金払ってね、お寿司食うのもね、どうも、いまいちとつ、一度若いわね。はい、昨日ね、コープ札幌の肉でもそうですよ。ね、添削所でこうなったと思いますが、お酢で出ましたからね、表記。あ、どのかのそこまで行わないということね。まあ、それ。コープコープのダーラム店でね、いや組合員さん以外でね、全然私初めてなんです。そうこれ検索ってね、オスかメスかのね、まあそういう人いないでしょ、バカですから。食えばいいんじゃありません。食えばよければね、半額でもね、昨日のコープサップの半額ね、あさっていればいいんでね、あさっているというね、まあ、あるから買う。です。なければ買えません。争っておりません。物は順番で買いたい方は買って、それでね、次の方が買って、嫌ならもう買わなくていい。20章置いたのと同様でしょ。じゃあそれは私買う。それはもう自由なんでね。お金払うまではお店の品物です。何のやつかな。お金払ったら、所有権。まあ、占有権ですけどね。占有権が移転されます。要するに移されます。移転ということもわからないんでね。占有権の移転、所有権の移転ね。わからないんでね。何言っても神戸で何言っても無駄なんだよ。そんな人間が相手してもね、話もでもなりませんから。多少ね、言われるのは角を立つ一言一言がね、気に入らない。神戸ではしょっちゅう言われています。角が立つって当然でしょう。第一ね、私ね、神戸人と世界違いますから。そもそもね、そんな神戸のね、大都会で、ね、育った人じゃありませんから、私。私、田舎育ちですから。
あれ、初心者の、動画上げたところ、話してるでしょ。ただ、都会はね、嫌いじゃないですよ。しかしね、神戸の都会嫌いです。クソうざい。多少ね、札幌のすすきの大通り、仙台の国分町、アーバ通り一番町、上皇寺通り、横浜、伊勢崎町、関内、石川町、まあいろいろその意味はありますけどね、市川町と一概に言っても、そしてね、あの、名古屋の栄、錦、花山、矢事、元山、星ヶ丘なんですよ。で、大阪の梅田もね、行きます。ね、行きますけどね、私はね、福寿司はね、あの常連ですから、ね、行きます。もうそこがメインのメインというか、もうそこしかありませんからね、食うとすれば。入ってね、湯飲みで食うとすればね、新しいとこできたからといってね、調子乗っていくとね、やはりまずくて高いなということね、あります。好みね、お寿司の方は、職人さん好み上がっていますから。でね、近鉄百貨店ね、トロの柵を買うのはね、近鉄百貨店ね、伊勢海老買うのは近鉄百貨店ね、まあ、松阪牛、ね、食うならね、例えばね、近鉄四日市のね、松阪園ね、焼肉ですけどね、それとね、牛源のね、社長のところね、もう私はあの服従感をね、ちょっと今避けています、距離を置いています。春のことが一見あるんでね、距離を置いています。距離を置くのは私自由なんでね、行くとも行かないでもね、これは法律面ではね、まあ、行かないからといってね、あの行ってもそれはいいんでね、そんなことはどなたでもそうでしょ。行かないからといってそんなことはね、行かないで行ったからといってね、神戸人はね、食ってかかりますからね、それはね、何の法的根拠もありません。法的根拠というのはありません。何癖つけますか。神戸人は何癖つけますか。言いたくなるんですよ。まあ一度にね、確かに食い入れません。バカやるとね、世界違いますからね、私は平気です。ただね、あの暴力を振るうのは許されればいいことじゃありませんからね、何言うのも結構でございます。私の性格をね、分かることはよくね、分かっております。口ではね、いくらでも言いますけどね、それ人様にね、危害加えることは行っておりません。まあ、神戸人には考えて甘いんでね。まあね、北海道来られてもギャップ起こすでしょ。ギャップ起こして早くね、帰りたい。三宮行きたいと言ってね、こうなるでしょ。想像つきます。
まあね、私もね、帰るときね、空港が降りて3年目通るしか方法ありませんからね。避けたくても避けれませんから。そうね、神戸島ね、3年目が一番のようですけどね。あんなとこね、案外恐ろしいとこです。私の考え方でね、行きたい方はどうぞ行ってください。何のね、ここで行く気もあります。私は行くときは、まあ、あまりね、行きたくはないです。そのまま通過してね、大阪目の前行って、福寿司で食った方がね、楽しくして帰れます。クソわけのわからないね、何せ食ってもね、意地悪されますから。実際意地悪されていますから。なんかウォーなんとかってとこね、名前ちょっと忘れたんですけどね、そんなもんしていますかね。札幌ではね、そんなこといたしません。最悪でもね、1年ぶりに佐野に来ました。覚えてらっしゃいました。ファランチェクってね、まあそのお宅におりますけど、本当にもう個別に無残でね、これしまって、食べきれないんでね、別番組の後にちょっとチョコボールとちょっとな、イオン室蘭店ですね。タバコ吸えるのいいですね。けどね、まあ、こうタバコの匂い充満してますよ。それが嫌だからこういうとこ止まりませんね。タバコも入った時はね、タバコの、やはり全室喫煙可能なんで、まあ、今飲食店でもね、タバコを吸えるとこが少なくなりましたから、最悪は吸えるんですが、昼は分かりません。昼のランチは多分禁煙だったか、家で吸わないね。
最近タバコ吸えますかということね、聞くようになりました。今までは禁煙でお願いします。そんな一言でしたね。ドミトリー吸えませんから、タバコね。タバコのね、煙の匂いとかが嫌とかいうことは、こちらの方で無理ですね。家で吸わないでしょ。サンヤバスのターミナル、うるせえでしょ。結局ね、業務スーパーの前ですとか、離れたところですとかね、どちらか。それももう通院の時はね、時間余るからね。そうですよ。まあ、近寄らさないためにね。チキン先行きたいですよね。大変よね。まあ自然の景色なんでね。明日の関係で歩けるかどうかは心配です。それ以外のことはね、まあ、天気もなんとか。霧がないの残念ですけどね。いや、お金がね、高くとかそういう意味合いでね、いかないんじゃない。今回、民宿、花咲ね、満員だったんでね。釧路もね、以前泊まったことも満員だったんでね。心当たりがあれば、他もね、当たっていましたからね。根室と釧路は組み合わせ、行おうと思ってもね、満員ですからね。まあ、今、例えば空いたとしてもね、スケジュール的にね、難しいですよね。あまりに変更すると札幌がもうね、取り消しの金額必要な時期にもうなりますからね。バカらしいんだよね。取り消しはかからないからいいんですけどね。まあ、通貨のところはね、直接申し込んでね、もう私も何も。事情があればね、もう行けなくなると。その事情というのは、今私は体調です。体調と交通機関です。人がどうのこうのね、不幸があった、そういうの全く今ありませんからね。もうその点は全然もうクリアなんですよ。要するに私の体調ですね。他の方って前、まあ、予定したけどね、誰々が亡くなったからね、行けなくなった、旅行どころじゃなくなったからね、まあそれはあると思うんですけど、私誰亡くても関係ないんでね、関係ないんでね、私関係ないでしょと私は食ってますよ。近隣の誰々が関係ないでしょと私食ってますよ。それ関係ないんだね、私には。あのね、体調と交通機関次第です。あれは外の。
ちゃいましたね、これ。はきちんと行って、それがね、タバコ吸う人間の原則ですから。だからね、正面からね、消えますからね。何日ぶりでしょうか、タバコ吸うの。7月9日ね、多分1ヶ月ぶりですよね。奈良でも行った時も吸っていませんかね、皆さん行った時も、まあ、その時タバコ吸ったんだね、せっかく髪きれいにして。タバコの煙つきますからね。トフェリーの中でもね、タバコ吸えるとこあったんです。その、ご飯食べるとこの近くにね、喫煙室があったんですけど、そこで食うとかね、飯まずくなるんでね、それはさ、私そういうことがちょっと変わっているんですよ。タバコは吸いますけどね。人がね、吸っていなければ吸うんです、私はね。人がね、吸っていれば吸わないんです。人が酒ね、飲んでいれば飲まないんですよ。人が周りね、どなたも飲まなければね、私飲むんですよ。まあ、まだ酒飲んでいません。酒飲むの自由なんでね。もう酒多少飲めばね、足も楽になります。人のね、私は意味になりません。お酒飲むの自由なんで。まあ、今未成年でもそれ飲んでますよ。まあ、それいけませんけどね。私も飲んでいましたからね。まあ、それはね、親が、やめるのが親が決めることなんだけど、他人がね、お酒飲むな。まあ、言葉ではね、飲んでいいとは言えませんからね、未成年に。そんなこと口重ねても言えませんからね。私もね、飲んでいましたから。小5からね。小5の時初めてね、飲みましたから。なんかね、食う時でもね、ビールって私今中学何年生かで、ね、ビールと言います。だからね、親から言われました。働いてからね、何でもしろと。だからね、私ね、小5からね、アルバイトいたしましたから。あれ、タバコね、分かんないよね。吸って、便所に捨てていましたからね。と、バレたんでね。タバコどうのこうの。だから、燃えかす、燃えた後のカスをね、便所に流してと、という親にね、怒られましたから、大工さんからね。それは私、タバコ吸ったということはね、言っていません、一言も、その時。タバコを買い占めてね、隠していましたから。ね、24時間テレビで、ね、47回目でしょ、バカ野郎の寄付金の使い込むね、あの番組で、ね、さっさとね、もう就労すればいいんですけどね。人の善意をね、悪用してるね、あれはバカ野郎です。あんなテレビは見たくありません。
ただイオンね、その協賛ということで関わっていますけどね、まあ、イオンの従業員さんも何もね、なんか貴婦人のそんな強制力はないようですよ。 T シャツであったりね、昔はなんかあったとか、読売関係ね、放送なんでね、 T シャツ買わされたりいろんな話に企業の時あったんですけどね、今はもうそんなことねありませんからね、強要されることね。これはそれとね、それの文字もさ、うん、私もタバコと酒始めて47年かということね。47年、じゃあ今67歳ですか、そんなあなたないでしょって、いい加減しろってでもそうなりますね。え、67歳そんななってないでしょと私が言うんですよ、どっかでね。いや、タバコと酒二十歳からで47年だったら6つの輪吸ってないでしょと、そんなね、正午から吸ったんですよ正午からね、酒とタバコを行っているんで、ね、いや、不良じゃないですよ、一人で私は行ったんでね、周りの方は、私は何でも一人で行動していました、一人で行っていたんでね。瓶開いとね、アルバイトね、瓶開いとね、まあ瓶開いは落ちてる瓶をね、店屋に持って行って、まあ30円、出来高制なんでね、まあ1時間で300円、結構ね、正午の稼ぎとしてはいいですよ。それでなんかね、300円でいいからね、350円でしょ、なんか、アンパンとね、飲み物付きでね、楽だったんでね、人手が何か欲しいと言ってね、いらっしゃいって言っていればいいんですよ、それね、出ればね、巨体大きかったんでね、二十歳と言ってね、大学生と言ってねいや、それいけませんよ、もしね、バレたらね、証拠ということばって雇い主、違反ですからね。1977年なんかでもね。ね、プラモデルをね、買ったりね、マックのハンバーグ食ったりね、ケンタッキーフライド食ったりね、回転寿司食ったりね。家の飯ね、そういう時限ってね、肉でしょ。結局次の日行きました。いや、だからね、親には言ったんですよ。アルバイトと一言も言ってませんよ。ごちそうしてもらったと言ってね、誰かと言って食って出ましたよ、親はね。その人にお礼する必要があるからで、放っておけないから、私言いませんでした。もしね、アルバイトということない、ね、まあ、言いましたけどね、途中でね。けどね、大学生に言って、わからないのしげって言って、それをね、祖母とかにチクったんですよ。チクったからね、私怒鳴られたんですよ。もうそれでできなくなりました。怒鳴られましたよ、私は。自分で稼いでね、自分でね、稼いでね、10年早いわって言われましたよ、私。生意気なこと言うなって言って。ダメになりました。だからね、もうそう仕方ないじゃないですか。家にあるね、金を盗まれて、1万円だから盗みました。家の中の金、家の中なんでね、家の中の金なんでね、それも全部ね、チクられたんですよ。大子さんね、まあ、祖母が健在時は強かったんでね。祖母がね、もう打開してね、まあ、人間変わったんですよ。今ね、もうそんな祖母亡くなったら私がやっぱりダウじゃないですか。ね、
親父といってもね、暴力振るう親父なんかね、まあ言えば他人ですよ、夫婦だからね、渡してあげるのが一番いいじゃないですか、ね、私はもう二十歳超えていましたし、その時は、まあ要は天下ですね、私も、そこからはね。だから言ったのね、大工さんってね、今までね、ばあさんいる、ばあさんね、いる時ね、いじめてたらね、罰が来てるって言ったんですよ、めんたきね。言ったんですよ。兄弟いてでもね、他人の始まりだからって。実際そうなんですよ。私ところよそなんかはね、まあ、長くしてらっしゃるところはいますよ。私とかちょっと、まあ、変わっているんで。言えばね、もう付き合いもなくなりましたから、その時点で。まあ、なくなってよかったですよ、うるさいのがね。うるさいの目の前に来て。何も得なんかありませんからね。結局ね、私が小遣いね、おじやばから小遣い、ね、1000円もらったとしてもね、結局さ、母親の妙子さんはね、そのまま放ってはいません。結局同じなんですよ。だったらね、私に直接ね、金ね、くれと言いました。そんなこと起こらないでもね。私はペコペコね、妙子さんはペコペコ、気を使って。だったら私に直接ね、お金ね、渡せばそれいいじゃないですか。食って出ました。私、喧嘩しましたよ。結局ね、回り回ってですから、それはね。そこから態度変わりますよ、妙子さんの。まあ、言えばね、別にその怒鳴るからそういう声、でそのチクるのがね、ちょっと嫌だったんでね。チクってね、やっぱりね、まあ、妙子さんすれば母親でしょ。まあ、確かにその祖母ですけどね。まあ、それね、まあ、強くなっていったんでね。私はね、妙子さんも、まあ、亡くなったからって言ってね、もう小さくなってね、逆に態度大きくなってました、私の前にね。まあ、私一人ですからね、強いね、あれでは、まあ、ね、まあ、それでもショックでしたよ、亡くなった時は。ショックでないって言うのは嘘ですよ。一人になりましたねって もうどうしようもないんだよって、これは兄弟いないんでね、どうしようもないんでねって、それで周りから、いやもう一人になりましたよねって、もうその言葉が変わりました。さくらさん、一人で生きれますかって、一人で生きていけるのかというね、話もありました。もうどうしようもないんでね、これは私です。好かれる人なんかいないんでね、もうどうしようもないんでね、子供嫌いにね、セックスしてね、そんなね、まあ、嫌われるのはもうその時点で嫌いましたからね、相手はね、まあ、羽生さんの方はね、セックスしたくない、子供なんかいらない、結婚はね、行いたいけどね、子供いらない、セックスを行わない、嫌だからと、ね、もうそんなのも結局ね、もうそれでまずはね、もうその時点でもう私ね、旦那とね、もう付き合ってこなくなりましたよね。まあ、それ私やるのは嫌なんでね、今でも嫌ですよ。だからね、まあ、57年と6ヶ月少女でいますけどね。まあこのままだとね、還暦までね、少女を失わない可能性は、まあ、それは分かりませんけどね、まだ2年と半年ね、言えば約30ヶ月ですね。要するにね、国民年金の払い込みが終了するときに、私もね、あと3年経てば国民年金のね、繰り上げ受給の権利ある。それはもうどなたでもそうですよ。
繰り上げ受給の、ね、権利はありますからね、権利ですからね、それはもう受給するしないはね、その人の考え方なんで。少なからずもね、ありますから年金ね、まあわずかですけどね、そんな国民年金ね、わずかですけどね、それはそのね、自分の金なんでしょうからね、まあその時何て言うか分かりません、企業のね、情勢がどんなに変わるか分かりません。まあ、繰り上げ受給、今の時代から可能なのがね、まあ、60歳の誕生日の前日に一つね、まあ、加算されるので、ね、私も2027年の2月8日にね、要する加算、まあ、24時で加算されるのでね、まあ、60歳ね、まあね、でそこから受給のは、要するに繰り上げ受給ね、まあ、1ヶ月ごとにまあ今、減額率ね、かなり緩和されたんでね。それで、ね、まあそれは私自由なんで、決めることはね。まあどなたでもそれは自由なんでね。ご自身のことなんでね。繰り上げ率、数字ないわね。で、それでね、到底食えるわけなんかありませんから、生活ができるわけありませんから、到底ね、それだけで、ただ権利はあることは権利あるんでね、権利はどなたでもありますね、二十歳からね、加入でもう本当にもうあと30ヶ月です、早いですよね。最近最初何のことかと思いますよね、国民年金のなんかの加入のどうのこうのね、まあ、結局今ねもう年金でいろいろなるほどなとね、やっぱりそれは年取ってね分かることなんでね、なるほどと思いました。まあそんなことなんでねちょっと話しようね、話ねしていただきましたね、こちら北海道の室蘭市でね、何振興局でしたでしょうか、胆振振興局でしょう、北海道の中でも温暖なとこ、冬は温暖なとこなんでね、それでも夏でもね、まあ、ちょっと蒸し暑いという感じでも神戸とは違います。どうしても部屋はね、立て付けがいいんでね、エアコンつけないと暑いんですけど、窓がちょっと開けれないような、まず開けたいんですけどね、20万もちょっと力が入らないんでね、もう手も足も力入らないで嫌ですから、そんな、うん、話ね、対策していただきました。今20時3分です、今日はちょっと、ね、もう早くお休みします。まあ、シャワーね、この下半身ね、かけたんでね、まあ、まだ着替えていませんか、だけどね、北海道からなんか着替えないですよなんか着替えないといって汗かかないんでね、そりゃ神戸ではそんなわけいけません、ね、もう悪臭が漂います、もっとね、悪臭ひどい方いましたよ、今日でもイオン来ましたらね、まあそんなこんなで、まあ今日は2024年の8月10日土曜です。今のね、私の記録のところで言いますと、本日の、ね、室蘭の最高気温が確か28度7度でしたでしょうか、まあ、正式にね、きちんと
実感とね、これ毎日私日記で告知してますが、私のどこに滞在してるかのね、そちらの気温ね、今のところはご覧の通り30度には達していません。夜の気温は書いていますけどね、夜もいずれもね25度未満、20度以上です。いずれもね、いずれの箇所も9日間秋ですよね。夏が終わって9月半ば前後、豪雨で言えば半ば前後の、まあ、暑い時もあるけど、まあ、夜は若干しのぎやすくなるという感じでね、まだ長袖も必要ない、長袖とは少し暑いという感じでね、チキンサキね、で私も見たいですね、ご覧いただきたいんでね、インスタグラムを行った方は、ね、前回行かれましたからね、ああいいなと。私もね、ご覧に、まあ、足もあるんですけどね、まあ、今はね、やっと工場の焼き屋ね、まあ、どこでどう見れるかわからないんでね、歩いてね、まあそこまでね、もう足悪くすると何もならないね、安静にして無理がないようにします。いや本日ね、もうちょっと早いですけどね、20時6分ここまでです。ではね、まあ、地球無責任行けることを願っております。それはまだ今の時点ではね、まあ、ロランに滞在ですけど何とも言えません、まあ、こちらは13日には出発は確かです。運休しなければね、列車がね、まあ、うん、大丈夫でしょう、まあ、多少なる程度ね、列車が動けば、ね、もうよしとね思わないと、スケジュール変えませんからね、もう今日から損するんでね、変えると今日から手数料、取り消し手数料ね、必要になってきます。まあ、今ね、もう逃すとそれなりにね、ホテル高いとこしかありませんからね、気楽ですけどね、ホテルね結局取れているんで、まあ飲み取りですよ、今度もね。一応まあ札幌は札幌でもね、ちょっと離れているんで、もう消えました、完全に消えたらこれね、玄関の方かな、でまあ水でもかければね、完全に消えろと、まあ、匂いが嫌なので、ね、完全に火を消し、水をかけて消して、ゴミ箱に、このままいるとやっぱり、ね、危険なんでね、万が一もさって大変なんでね、そこはやはりね、まあ、室内で吸うときはお約束事なんでね、口の場所ちょっとチョコボールでもね、まあ、ちょっと良くなります。あ、おるね、まだおる、分かりませんね、出発の前日あまりね行動すると次の日に影響しますが、できれば明日ね行きたいんですよ。もうそんなにねスーツケース出し入れもあんまり、今回も締めやすいようにね減らしてきましたから、減らしておいてよかったですね。そんなにもう寒いこともないんですけど、まあ、1枚セーターあればね、タバコを消してもね、まあ、他の方のみんなタバコの
匂いが充満してますから。今半身も残しました。見るです、食べるの。クソはなんか出たようなんで、今日ね。財布った時に、そのこと出たようなんで。虫がいるんで、牛じゃないですよ。それじゃあね、ご覧いただきありがとう。じゃあおやすみなさい。今日のね、最高気温は明記しておきますね。